映画アナと雪の女王の主題歌レリゴーが大ヒットして一気にブレイクしたカバー曲の女王の異名を持つメイ・ジェイさんですが、気がつけばテレビで全く姿を見かけなくなりました。とある情報によれば、現在のメイ・ジェイさんは悲惨な状況であるという噂らしいのですが、気になったので調べてみました。歌手のメイ・ジェイさん、芸名の由来は本名のメイにミドルネームとして、ペルシャ語で美しい、才能あふれるを意味するジャミーレの J を合わせたものだそうです。両親は日本人の父親と、母親はロシア系イラン人で、スペイン、イギリス、トルコの血も入っているようです。日本語、英語、スペイン語、ペルシア語を操るマルチリンガルに育てられ、3歳からはバレエ、声楽、ピアノや作詞作曲以外にも西洋音楽、アジア、中東民族音楽まで音楽の英才教育を施されています。出身校はアメリカンスクールインジャパンハイスクールで、青山テルマさんや宇多田ヒカルさん、ヒトトヨウさんが先輩なのだとか。だからというわけではないですが、彼女の実績もただならぬものでした。13歳で ABEX アーティストアカデミーボーカルコースを首席で卒業。翌年ヤマハのコンペティション全国大会ではソロ部門特別賞受賞。 MTV-BMG の共同企画アブリル・ラビーンコンテスト優勝。 MTV ミュージックアワード2003オーディエンス賞受賞という輝かしい実績を持っています。これだけでもとんでもない可能性を秘めたメイ・ジェイさん、鳴り物入りでの芸能界入りかと思いきや、テレビに出るようになったきっかけは意外にもカラオケのリードボーカルをしていたことだとか。そのリードボーカルの声が本人そっくりすぎて話題を呼び、テレビに出るようになったそうです。そしてなんといってもメイ・ジェイさんがメジャーになったのは、テレ朝バラエティ番組関ジャニの仕分けインフィニティで2年間のカラオケ得点対決において、驚異の26連勝という成績を出し、歌姫と呼ばれ出したことでしょう。早くからプロに認められた実力は本物ということを証明しました。そしてメイ・ジェイさんにとって最大の転機が訪れることに、2014年にアナと雪の女王のレリゴーのカバー曲が大ヒットして大ブレイクしたのはご存知の通りです。そしてその年末には NHK 紅白歌合戦への出場も果たしました。あの頃は毎日どこかでメイ・ジェイさんのレリゴーという歌声が聞こえてきたのを覚えています。そこまでの大ブレイクを果たしたにもかかわらず、今ではメイ・ジェイさんの歌声どころかその姿すら見なくなった原因とは一体何なのでしょうか。世間ではメイ・ジェイさんのことを一発屋という人もいます。事実、レリゴーの前にも後にもメイ・ジェイさんにはこれだというヒット曲がありません。ブレイクした翌年にもディズニーとコラボしたスパークル輝きを信じたという曲を発売しましたがヒットせず、その曲がディズニーとのコラボだったことすら知らない人ばかりかと思います。消えてしまった理由の一つとして、メイ・ジェイはカバー曲ばかりでオリジナル曲のヒットがなかったからと言われています。そんなメイ・ジェイさんはネットでは他人のふんどしおばさん、カバーソング芸人と言われる始末で、他にはこんな声も、松たか子の歌でレリゴー流行ったのにメイ・ジェイばっかテレビに出てただの便乗にしか思えんといった声が多かったのも事実で、不思議なことにメイ・ジェイさんが歌えば歌うほど劇中でこの曲を歌っていた松たか子さんの評価がどんどん高まっていったわけです。
要するにメイジェイさんは単なるカバーで、マツさんが本家だというわけです。しかもさらに火に油を注いだのがメイジェイさんのストレートで強気な発言でした。紅白出場した翌年のこと、紅白歌合戦の出場があるのではと振られて、メイジェイさんは決まってもいないのに、スケジュールは今から開けている、手帳にも仮予定と入れていると発言をした途端、ネットは騒然。調子に乗るな、紅白歌合戦に出るならメイジェイではなく松たか子、そもそもなぜアナと雪の女王のエンディングを歌っているのかとまで言われたことに対して、またしてもメイジェイさんはどんな作品もそういう仕組みになっている、全世界で必ず劇中歌とエンドソングはアレンジが違う、そして歌手も違うのが共通で、それを理解されていないのが残念。確かにそうかもしれないですが、毎日のように彼女のレリゴーを聞かされて不満がたまって、正直限界に来ていたところに持ってきてのこの発言ですから、これが致命傷に、世間が言いたかったのはおそらくメイジェイではなく松たか子がエンディングを歌ってほしい、松たか子のレリゴーを聞きたいというのが本音だったわけですから、勘違いだとか調子の乗りすぎとか思われて世間から嫌われてしまい、メディアの露出が減ったのも無理はないかもですね。さらにはアナ雪への便乗がすごくて飽きられた説、レリゴーで注目を集めたことでここぞとばかりにアナと雪の女王に便乗したメイジェイさん、ツアーグッズでアナと雪の女王の T シャツを販売し、挙句に歌番組にはエルサの衣装で登場する演出など、その便乗ぶりが露骨だったことです。アナ雪人気が陰りを見せ始めても、便乗し続けたことでより一層世間から飽きられてしまったのは否めません。しかも世間一般からだけではなく、業界関係者からも見放されたあの事件は痛々しかったとしか言えません。27時間テレビで放送された本気カバー FNS 歌謡祭でメイジェイさんが選曲したのはまさかのあの曲、嘆きの母音、母音は母音やでというあの歌です。コミックソングとは分からぬくらいに見事にカバーしたとはいえ、とある業界関係者は苦虫を噛みつぶしたような顔で、 FNS が満を持した歌謡番組で情けなくてテレビのスイッチ切りましたよ、その後の対応は言うまでもありません。以上がメイジェイさんが芸能界から干された原因だと言いますが、しかしなぜこんなことになったのでしょう。これだけの歌唱力と美貌を備えていながら、それだけではなく、なぜ不思議に思うのかというと、実は彼女のご両親を見るとなおさらそう思わざるを得ないからです。というのも、父親も母親もただ者ではない人物だったからです。まず母親の橋本穂真さんは奨学金を受けて23歳の時に留学したのが東京大学大学院、ここで建築学士号を取得、とんでもない優秀さです。現在は英会話教室の先生で30年続けてきて教え子は5000人以上だそうです。さらにすごいのは父親の橋本真一さん、もともと兵庫県宝塚市出身の日本人、英語とペルシア語を話せるみたいです。トイフルとトーイックは共に満点、英検1級通訳資格、国連英検特 A 工業英検2級と IT 系の資格もたくさんお持ちです。幼少期から身近に楽器があって、学生時代はオーケストラの指揮者やジャズピアニストもしていたようです。また元大リーガーの日本代理人だったりとか、イラン・イラク戦争時はテヘランに赴任し
イラン石油省のコンサルタントをしていました。とんでもない人物ですね。今は作曲やポップス、ジャズピアノ演奏、子供にバイオリンを教えているそうです。夫婦で語学、音楽、コンピュータ教室の講師と経営ってことですかね。現在、メイジェイさんのお実家は、噂では横浜市青葉台にある4億円の高級マンションだとか。しかし、ご両親のすごい経歴を見ると、その血を受け継ぐメイジェイさんが、なぜあの時うまく立ち回れなかったのか、不思議でなりません。メイジェイさん、現在はテレビなどでの活躍は見られませんが、地道に活動されているようです。演歌歌手の八代亜紀さんとのデュエット CD 作成や、初舞台で女優デビューとなるブロードウェイミュージカル、ウエストサイドストーリーに出演するなど、ここに来てやっと、圧倒的な歌唱力が存分に活かせる場所を見つけたのではないでしょうか。最後に、言い訳じゃないですが、実は、メイジェイさん、あの時を振り返って、こんなこと言ってましたね。アナ雪でのバッシングの時に反論したり、芸能人へのバッシングはやめよう、と誰かを諭すようなことはしたくなかった。それは私自身が歌と音楽で証明していくべきものだから、そう心に決めたのだとか。彼女が当時常に強気の発言をしたのは、実は自分の中の弱さに鞭打っていたのかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私はメイジェイさん、あの時は全てにおいてタイミングが悪かったし、ストイックさが裏目に出たことが大きいのかなと思います。そして何よりもメイジェイさん本人だけの問題ではなく、過酷なスケジュールでそういう仕事のさせ方をした事務所の方針の問題が大きかったのではないかと感じました。もう少し考えるべきでしたね。若くしてとんでもない成功と失敗をした分、これからはそこで学んだことを生かして大きく飛躍してくれると信じています。頑張ってください。いつまでも応援しています。